クラスをカスタマイズする。アーカイブに記録されている怪獣の特殊能力を抽出しミクラスに装填するのだ。またミクラスに会えるんですね。うん。で、その特殊能力ってズバリ電流攻撃だ。そのために選ばれた怪獣はエレキングですね。ドキュメント GAT に記録があります。ああ、それは別の個体です。電流攻撃が使えるのはドキュメント UG のエレキングです。ミクラスとエレキングの力を一つに合わせれば怖いものなしですね。さよう、合わせてエレキミクラスというわけです。お前が言うな。なんで。なんでも。でもどうして電流なの。あの怪獣レジストコードボガールの肉片に電流を流してみたところ極度に弛緩することが確認されたんです。電流なんかで本当に奴を倒せるのか。ミクラスならできますよ。準備は順調かしら。これはこれは岬女子、わざわざご足労願いまして。素晴らしい強化プランに一度監視しておったところです。これが成功すればガイズにとってまたとない戦力になります。あの強大な力レジストコードツルグに対抗するためにもガイズは増強が必要なのです。でも彼が敵と決まったわけじゃない。リュウさんはあの青い巨人のことどう思います。誰だお前。リュウさん失礼します。了解しました。では補佐官、はい、直ちに運用実験に取り掛かってください。はい、ご苦労様でした。あのん、申し上げにくいんですが。どうした。粒子加速器が故障した模様です。何、粒子加速器。この基地周辺の地下に巨大なドーナツ状の粒子加速器があるんですよ。マケット怪獣を構成している高エネルギー分子ミストはそこで生成されてるんだ。その分子ミストが粒子加速器から漏れ出した模様です。漏れ出した模様ですじゃない。どこが壊れたんだ。なんだこれは。加速器そのものを調べれば。いや、10キロはある代物ですからね。10キロだと。おお。少量の分子ミストが相応のナノマシンと結びつき、体積も情報量も少ない小型エレキングが生まれた模様です。そうか、ミクラスはエレキングに倒されたことがあったんだ。それがどうした。
その時のトラウマが原因だったと思うんですよ。ミクラスの分子ミストが拒否反応を示し、エレキングの分子ミストだけが弾き出されてしまったんです。分析はいい、さっさと始末しろ。そんな、この子何も悪いことしてないじゃないですか。けど何の役にも立たないだろう。別に僕たちが処理しなくても。やっぱり1分が限界なんだ。よかったよかった。儚い友情だったな。アディオス。お前なんでついてきた。ここ僕らが初めて出会った思い出の場所ですよね。僕らじゃねえ。ここはな、俺と芹沢隊長の思い出の場所なんだ。芹沢さん。どうした？隊長、俺見たんです、総本部のアーカイブ。俺、地球を守ってきたのは過去の防衛チームだってずっと信じてきました。けどウルトラマンの力を借りずに怪獣を倒したケースなんてほとんどない。隊長、教えてください。俺たちガイズの存在意義って何なんですか。一つ、他人の力を頼りにしないこと。ガキの頃友達が教えてくれたんだ。ウルトラ5つの誓いっていうらしい。ウルトラマンが残していった言葉なんだそうだ。ウルトラマンが。人類はこれまで幾度となくウルトラマンに救われてきた。それは俺たち防衛チームが限界まで戦い抜いた時だけウルトラマンが現れるんじゃないのか。俺たちがいるからウルトラマンは今までこの星を見捨てなかった。そう思わないか、リュウ。隊長、ウルトラ5つの誓い、俺にも教えてください。よし、行くぞ。一つ、腹ペコのまま学校へ行かぬこと。どうした、副長。一つ、腹ペコのまま学校へ行かぬこと。一つ、天気のいい日に布団を干すこと。一つ、天気のいい日に布団を干すこと。どっどっど、道の丸の時には谷間に気をつけること。隊長は生きていた。俺はこの目で見た。間違いねえ。けど誰だ、お前。隊長、一体どうしちまったんだよ。
なんだ？どうしたの？隊長、さっきの小さいエルキング、まだここにいます。なんだと？おそらく漏れ出した分子ミストが基地内に散乱したナノマシンと結合して次から次へ新しいエレキングを生み出してるんですよ。君も僕と同じウルトラマンだろ。ウルトラマン？お前はそう呼ばれているのか？そうだ。でも君の青い体、宇宙警備隊員でない君がなぜこの星で戦っているんだ？教えてくれ。なぜ君はボガールを狙う？ボガールは全てを食らい尽くすもの。奴の牙にかかり、いくつもの星が滅ぼされてきた。この星も今や奴の餌場だ。餌場？お前がいくら倒したところでキリがない。ボガールは次々と新たな餌を呼び寄せる。宇宙からも、地の底からも。待ってくれ。捉えた鶴ヶ山山中の映像です。ボガール、またあいつか。すでに怪獣一体を捕食済みです。直ちに出撃してください。リュウ、ミライ、マリナ、それとこのみ。はい。待ちたまえ、サコミズ隊長。まだエレキミクラスの運用実験はできます。ケルビムを克服できたミクラスなら。君にそう言い張られて責任は私が取りますから。そう？どうかしたの？あ、いえ。ナイス、さらに行こう。 GIG、僕とこのみさんは地上から。わかった。リュウさんとマリナさんは空からお願いします。よっしゃ、行くぜ。
じゃ。待って、今すぐ降下しないと危険よ。何？さっきの脱出でエンジンが限界なの。くっそ、これからって時に。ダメだ、接近しないと電流攻撃が使えない。ったく、それじゃエレキミクラスの意味がないだろう。エレキミクラスに使用したのはエレキングのデータだけですか？いえ、他にも複数の電気怪獣のデータを併用しています。まだです。回りだ。待て。俺に干渉するな。3SP に記録されているネロンガ、それとドキュメント MAT のエレドータス、この2体の電気怪獣には透明になる能力があったんです。君のものじゃないだろ。芹沢さんを待っている人がいるんだ。芹沢。
メビウスもらったぞ。巻き添えにする気か。やめてくれエリザー隊長。奴はボガールを躊躇なく撃つ。誰だと俺に対処する。君だって僕と同じウルトラマンじゃないか。次回復讐の鎧。